どうも、エルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さて、今回はまさかのダンジョンということで会いに行きますか。でもめっちゃ綺麗だね。シンくんは一人が好きのため常に封鎖状態になっていると。あー、本当に入るってまあ入ろっか。さあ来たね。相変わらず綺麗だな。近畿滅却の札の匂いがする。君たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。わらわか。落ちて。いた。風神は風使いたいな。まとめて戦うってなるとなかなかだね。さあ、まずはここにつなげて。装置が動いたぞ。なるほど、このスイッチはこういう使い方をするのか。お、ヒルチャールいるじゃん踊ってたけどね。性的にダメージが入ると思えば、まあまあまあ。ああ、ここは道をつなげる感じか。あ、そういう感じね。もう一回。ああ、これはアンバー連れてきてた方が楽そうだね。アンバーと風だな。で、45秒以内にと。あ、行かない押せなかったか、さすがに。さあ、これで沸騰したよ。終わり。やっぱどっちみちしないとダメなんだね。お腹が痛い。
よし、じゃあ戻ろう。まさかね、風を使うとは。いや、もう一回回してっていう感じか。これを左だね。んで乗ると、風にね。いやー、奥なんかある飾りか。お、なんか出たね。で、つないで次はそこか。ああ、そういうやつ。両隣がつくってやつね。これドッケーじゃない？パズルだったね。マジか、意外だったな、これ。一発目消したところが良かったね。さあ、今回はシャンリンが大活躍と。みんなを守るから。じゃあ会いに行こうか。感じだろうね。びゃっこな気はするんだけど。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。いや、まさかの鳥だったね。マジか、鳥かぶりか。わらわは龍雲爵風神君、君たち何しにここへ来た。この戦況、仙人が作ったの？当たり前だ。戦況だけでなく、あの仕掛けもわらわが作ったものだ。わらわの仕掛けの術は、たとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか。しかも大量の仕掛け付きで。まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに。伝説と同じで、仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で、静寂を求めただけだ。あ、へえ、仙人ともなんだ。だがその静寂も長くは続かなかった。君たちがその禁忌滅却の札を持ってここにやってきたからな。まあよい。君たち、用事は何だ。手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が暗殺された。なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した。
このような荒唐無稽な話到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か。二度と同じ過ちが起こらぬよう雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。守る仙人ではあるけどっていう気はするけどね。そうだ、帝君の律令に従い、わらわたちはリーウェコを3700年以上守ってきた。だが今そこに悪が存在する以上、非常な手段も取らざるを得ない。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコを鎮圧する気だ。お供え物を捧げた。契約に従って。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろうな。あ、鎮圧とかじゃなくてリーウェコを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか。契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だが君たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。その上、君たちは禁忌滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時、戦力を注ぎ込み人間へと与えたが、今その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。もういい、速やかに去るがよい。これ以上わらわらの邪魔をするなと。最後まで言わせてやってよ。このゲームね、途中途中切れてしまうんだよね。さあこれでと、あとは一人だね。最後の一人は、あれ起動しないね。ここ旅館に一気に飛んでいこう。でもここまでずっと、なんだろう、仙人といえば動物みたいな感じだったけど、旅館にいるってなると祀られてるのかな。不思議な感じだよね。今のところ全部仙人は動物だったしね。しかも鳥かぶり。あ、ここが防御旅館だな。絶雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか。探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。台所にはね。さてテラス、目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？
そうか、準備を整えては来たんだな。まさかの人間だったね。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。ああもう、なんだあいつ、全然話を聞いてくれないじゃないか。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか、旅館のおかみに聞いてみるか。そうだね、ここにいる理由がちゃんとあるはずだからね。で、言ってたキャベツが出てきたね。この平気で食材取るのすごいよね。まあまあそういうゲームだからね。あとレシピも手に入ったね。あとは、ご機嫌をこの装いと顔、それから変わった仲間のせいでわからないわね。あの仙人に関して。あら、もう潮様に会ったの？あ、潮なんだ。へえ。珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか。そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お神は物知りだな。お神じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。ほう、簡単なの？私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。あの御法夜叉が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前、どんな料理が得意だ？満足サラダかな。タイグレンマーラエンスライムかな。わお、新しい料理だな。食べてみたい。でも、仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここは満足サラダにしておこう。よし、そしたらシェフ、あ、火を借りるか。満足サラダ。あ、これはうまそうだね。
あとは杏仁豆腐。あ、杏仁豆腐ってこんな感じなのか。シェフはどこかな。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。ゴレットオーナーが頼んだよ。なるほど、オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。ほう、何かあったの？どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。原因か。いや実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それが辛かったのね。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。うん、同じこと思ってたわ。まあそうか、苦手なものあるからね。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。てかめちゃくちゃワンちゃんついてくるんだよね。あ、触れないのか。おお、本当だ。あれ、消えたね。お前たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。どうする。仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。まさか幽霊退治になるとはね。亡霊元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。そうなのか。ゴレットはお化けが怖くないのか。そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。そうだね、どうやって説得する。旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。それを見てきなさい。ほう。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。コーマインね。上か。
上に上がっていって、落ちたね。外か、外なのか。いや、そういうわけではないか。絵を観察するって言っても、あ、わざわざ浮いたけん、これね。ほいほい。完全な高麗院が見える場所を探す。はあ、はあははあ、結構シビアだね。あったあった。これでいいのか。お。出た。任せだぞ。また人任せな。めちゃくちゃ足早いな。左手。止まったね。あ、いた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 。マジ？まさかお化けに憑依されたの？遺跡ハンター。意外とね。オーブが狙うの難しいよね。お、あれ当たってないんだね。割れるわけには。
怖がらせるのは良くないぞ。ちゃんと分かってるのか。ヒルチャールの兄さんが薬を飲んでも治らない。話を聞けって。分かった。ペイちゃん、もうお客さんたちをからかったりしないよ。今度はお姉さんがメイちゃんと遊んでね。もしお姉さん来てくれなかったらメイちゃんが探しに行くから。急なホラー展開。兄弟いる感じの話し方だったね。さあ話しましょう。なんだもうたたったりしないと。お化けと約束した。すごいじゃないか。この現象感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。よし。さあ特製杏仁豆腐完成と。じゃあこれをショーに渡そうか。当ててみるわ。あ、お客さんが高っ。でこれを上かな。その前に回復しといて。またお前たちか。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。ほら早く。こいつが食べるのに夢中になってるうちにこれまでのこと全部話してやれ。元王帝君にそんなことがあったとは我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月李水劉雲の3人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人が代わりにリーウェイを管理する。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ。最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ。妖魔退治をするとき稀に人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防御旅館が面倒を見てるのか。この旅館のサービス範囲広すぎだろう。さあこれでやっとメインが進んだと。で講師にまた会いに行くというわけか。いやなかなかだね。まあまあちょっとね、今回いろいろとやること多かったね。今回ここまでにしたいなと思います。探索も多かったしね。いや広いわ。広いだけじゃなくっていう感じだけどね。
ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。